近年、縄文時代が見直され、日本列島に暮らしてきた人々を探る上での重要な時代として注目されています。縄文時代というのは、今から1万6000年前からおおよそ2800年ぐらい前までの日本列島に栄えていた新石器文化ということになります。文学部の小林教授は、縄文時代の成立過程や地域ごとの展開、弥生文化への転換までのさまざまな視点から縄文文化を探る研究を行っています。その一端として福島県井出上野原遺跡や和田遺跡の発掘調査など実際の遺跡から掘り起こす研究を中央大学やその他さまざまな大学の学生、大学院生を交えて進めています。今回はですね、特に縄文時代中期の定住性のあり方というものをですね、東北地方の縄文中期に特有の福地キロという住居の形をですね、取り上げることによってそれを発掘して研究していくということを目標としてこの夏発掘調査を行うことにしております。そのことを紹介させていただきたいというふうに思っています。発掘調査に出かける前に小林教授に縄文文化研究についてお聞きしました。私たちの歴史というのを考えると、今現在我々のですね、その感性とかそういったものの多くはですね、結構弥生時代に作られたものがあるかなというふうに思います。それは弥生時代というのが農耕ですね、稲作、お米作りというのをですね、日本に大陸から伝わってきて、で成立した文化だから。でその前の縄文時代というのは、簡単な栽培みたいなことは やっているんですけども、基本的には採集主流文化ということで、自然の恵みを求めて暮らしていくという暮らし方になるわけですね。その中でもですね、例えばその豊穣儀礼というわけですけども、自然が豊かに恵みが取れますようにといったようなもの、また自分たちがですね、こう産み子供を産んで育てていくっていう時にですね、より恵みがもたらされるようにといった形でのお祭り、そういったものもですね、縄文時代に求められていて、それが我々の中に受け継げられているというふうに考えます。また縄文土器というのはですね、普通に見ると全部同じような土器に見えてしまうわけですけれども、実際にはですね、時代とか地域ごとに結構異なった土器文化っていうのを発達させてきたわけですね。今現在もですね、例えば何となく県民性みたいな形で地域ごとの違いっていうのはあるわけじゃないですか。でさらにそれぞれが、全く独立しているわけじゃなくて、常にですね、お互いに交流を繰り返しているわけですね。そんなふうにですね、地域ごとの、発達の仕方っていうのを研究していくっていうことは、今現在につながる、日本列島のに根付いている文化のですね、基礎となる文化、基盤文化を、研究することに他ならないというふうに考えているわけです。もう一つ私がですね、縄文時代について注目していることに、定住生活の始まりというのが挙げられると考えているわけですね。今私たちはですね、家族を持って、一つのところにこう住むということをこう普通に行っているわけですけども、それが始まったのは、縄文時代というふうに言っていいと思うんですね。縄文時代は、先ほども言ったように、農耕を行ってないわけですけども、特定の地域に、家族で何軒かの家族がこう集まって村を作って住むと。そしてその周辺の環境をですね、開発していく。
まあ、そういったことをですね、発展段階というのを研究していくっていうのも私の研究目的の一つになります。こちらは中央大学の考古学整理室です。発掘調査で出土した土器などはここで資料として整理されていきます。小林教授が2006年から2007年に福島県楢葉町の井出上野原遺跡で発掘した土器、石器、土偶、石棒などの出土品の展示会が行われました。この遺跡からは小林教授の縄文時代における定住生活における暮らしぶりを研究する上で重要な福式炉という炉を持つ住居が発掘されました。井出上野原遺跡では、縄文時代中期の村の跡だったんですけれども、一番大きな特徴としてはですね、複式炉住居というのが見つかっているわけですね。それはこちらの方になるんですけども、この複式炉というのはですね、炉が2つあるという意味で複式炉と呼んでるんですね。それはこの土器を埋めた状態のところ、それはこちらの土器がそうなんですけども、炉になるわけです。さらにその近くにですね、もう一箇所、こちらですね、この石で囲った部分も炉として使っていると。なので一つ二つ目複式の炉という形で なっているわけですね。またもう一つ注目されるのは、こちらの方にやはり石を敷き詰めた部分があるわけですね。ここは特に焼けてないわけです。これはおそらくこちらの方で作った灰をですね、こちらの方に引き上げて、その灰を大量に使って何か作業をするようなことを行っていたんじゃないかというふうにも考えています。この複式炉の特徴としてですね、こちらの遺跡のこの住居室では、大きな発見がありました。それはこの床面、この住居の床面の面にですね、この石、スリー石って呼んでいる石器なんですけども、それが全部で18個並べられるようにですね、置かれていたんですね。でこのスリー石、それはこちらになるんですけども、何かをこう叩き潰したりこう擦ったりするようなものに使った石器だということが知られています。で、一つの可能性としてですけれども、例えば、どんぐりとか土地の実みたいなものをですね、砕いて粉飾にするとなると、これはアクが非常に強くてですね、タンニンが多いわけですなので、そのままでは食べられないわけなんですね。現在の民族例なんかでも、土地の実なんかはよく土地の実団子っていう形で、加工して食べてるところがあるんですけども、灰と一緒に煮込んでアクを抜くといったアク抜き作業っていうのが必要になるわけですね。こちらの方もそういったどんぐりとか土地の実を砕いて、それと先ほどの複式炉で作った灰と一緒にですね、複式炉の こちらの方の炉の方でこう煮込んでいってアクを抜くような作業を行ったといったことも考えられるんじゃないかなというふうに私は考えています。このように複式炉を中心として縄文時代中期のですね、集落の話をしてきたわけですけども、まだまだ分からないことがいっぱいあるわけですね。そこで我々はこの夏、福島県の福島市にある和田遺跡という遺跡、こちらにも複式炉の住居室がいっぱいすでに見つかっているわけなんですけども、その遺跡の中のトレンチをですね、一本調査させていただくことになりました。今回例えば複式炉が私が考えたようなアク抜きのための施設かどうかということをですね、証明するには、他の複式炉でまた同じような結果が出ないかどうか、また違ったいろんな分析で、アプローチができないかどうかということを検討していく必要があるわけです。そういった形で発掘調査をですね、やろうというふうに思っています。2018年7月30日から8月10日の間、福
島市教育委員会と中央大学による福島県和田遺跡の発掘調査が行われました。和田遺跡は福島県飯野町の標高195メートルの大地に広がる縄文中期後半のうち4800年前から4400年前を中心とした時期の集落遺跡、すなわち村の跡です。一緒に発掘している福島市の担当者に和田遺跡と今回の発掘調査について伺いました。ここは福島県福島市にある和田遺跡という遺跡です。和田遺跡は縄文時代、今から約4000年前の遺跡で、県の指定になっている人体文土器や狩猟文土器といった土器も見つかっています。この遺跡は後ろに見える阿武隈川と向かって右側にある小さな女神川という川、この川が合流したところにあります。そういう縄文時代の人たちも非常に住みやすい場所だったのではないかというふうに考えられています。和田遺跡は1996年道路工事の事前調査として発掘調査が始まりました。その結果、重要な遺跡であることが確認され、国指定史跡として大部分が保存されることになりました。遺跡は大地一帯のおよそ5万平方メートルに及ぶと推定され、240軒ほどの縦穴式住居、そのうち複式路住居も170軒ほど見つかっており、東北地方南部で最大級の縄文集落跡です。今回は福島市教育委員会と中央大学の小林先生との連携で学術調査を行っています。学術調査というのは本来の目的があって、その目的に従って調査をすると、成果をとにかく出すというふうなところがあります。ですので福島市としましては、学術的な調査を大学と一緒にできるというのは、福島市にとっても中央大学にとってもお互いにとって非常に、いい場面、いい機会になっているのかなというふうに思います。こちらが、和田遺跡の今年の調査、しているところですね。で、今年の状況ですと、やっぱり中期、縄文中期、第二十世紀ぐらいに相当する時期の、住居は2件今確認されておりまして、それの床面、今住居のですね、一番底の部分をですね探しているところになります。ただ住居のですね、まだ炉が見つかってませんでして、今回ですね、ずっとその調査の対象としている、複式炉と呼んでいるですね、住居の松の、特殊な形態の炉がですね、まだ確認できていないので、これからもう少しですね掘り下げていって、そういったものを探していくという作業を今、行っているところになるわけです。発掘調査の方法は、土器などが出るとすぐに掘り出さずに竹串でマークし、その正確な位置について測定機器を用いて3次元で記録していきます。これで発掘現場で、何してるかと言いますと、こういうふうに、3次元上で測定することによって、例えば住居が、埋まっていく、時に本当に異物がどの層からどれぐらい出るのかということで、埋まり方がどれぐらいの時間をかけてどんなふうに埋まったのかというようなことが、分かるようになっているとか、かなり細かいところまで、知ることができる方法です。発掘に参加している皆さんに参加動機や感想を聞いてみました。前から中大の調査に参加していまして、今年も先生から声をかけていただいたので参加いたしました。多分こういう機会ないだろうなと思ったので、とりあえず参加したというか形ですね。はい、昔から考古学について興味があって、しかも留学生として大学の授業で日本史の授業を取ったで、そこから縄文時代の歴史に興味を持ち始めた。で、ですから今回の活動に参加したいと思いました。はい。自分が今卒業論文を書くにあたって、
発掘の報告書とかを参考にしてるんですけど、その報告書もこういう地道な努力の末に作り上げられてんだなと思うと、まあ、ちょっと感謝しながら卒業論文の方も進めようかなって思いました。実際自分がやってみてすごい膝とかも痛くなるし体力勝負だし、その私も卒業論文でいろいろ報告書見てるんですけど、そういった人もこういう大変な思いしながらやってたんだなっていうのを知ることができてよかったなっていうふうに思います。僕はその専門のなんか縄文時代の勉強したいなと思ってるんですけれども、ちょうどこの遺跡があの縄文時代の、まあ、中期の遺跡なんですけど、松ヶ谷の遺跡なんですけど、まあ、実際専門のところを掘れるっていうのはすごい勉強になります。僕は結構遺跡から出る植物の、まあ、痕跡とか動物の痕跡とか興味あったりするんですけれども、まあ、それをこうちゃんと自分の手に取ってというか、あの見れた観察できたのはすごいいい経験だったかなと思います。翌日はあいにくの雨です。雨の合間、時間を惜しむように発掘調査が続いています。複式炉はまだ姿を現しません。さて、これまでの発掘で出土した土器などは現在福島市飯野民族資料展示室として利用されている旧明治小学校の体育館に保管されています。ここで出土した土器からわかる和田遺跡について解説していただきましょう。和田遺跡では、まあ、大義十式を中心とした集落が作られているんですけども、まあ、大義っていう土器は、まあ、縄文中期後半のですね、南東北に広がっていた土器文化なんですね。でそこではあの、まあ、福式炉と呼ばれる、まあ、特殊な炉を持った住居所を中心として、でそこに大義式の土器っていうのがですね、ずっと使われているわけです。まあ、例えば、まあ、こういう土器なんですけども、これは大義十式の典型的な、まあ、模様を持ってるわけですけども、ちょっとこう盛り上がったような流線で模様を作って、で指でこうなで消しながら周りに縄文を残すと、アルファベット文と呼んでますけどもちょっと幾何学的な模様を展開していると、こういった時なんかも、まあ、そういうふうにですね、まあ、この逆U字型のモチーフと、まあ、そういった単調ながらも同じようなモチーフを繰り返し作っていくっていうような記念構成で土器を作ってくるわけですね。でまたその中に他の地域からも土器がもたらされている、まあ、それは言ってみれば地域間の交流を表しているというふうに言えるわけですね。この時なんかはですね、関東の方の土器のモチーフが色濃く現れてるんですね。こちらの土器なんか見ますと、列手みたいなのが点々点々押してある土器があるんですけども、これは新潟の方に多い土器なんですね。そういったものも認められています。さらに土器の表面には小林教授の縄文時代の定住性の研究にとって重要な年代測定に役立つものがあります。また、先ほど説明した大義十式土器とかなんですけれども、これらのですね、中におこげとか外側にはすすがついてたりします。それは炭化物といって炭素の塊なので、それを使って炭素重要年代測定という年代測定をですねやっています。まあ、集落全体の存続期間とか、まあ、住居者1軒がどのくらいの期間住まわれているとか、そういったこともまあ復元できるんじゃないかということで、年代測定研究というのをやっております。2018年小林研究室の夏季発掘調査はあと数日で終了です。参加した皆さんに発掘調査の魅力をお聞きしました。なんか単純に自分が死んでから何千年後かに自分の生活を掘り起こされてどう暮らしてたんだろうって思われるのが、なんかそれって結構不思議な感覚で、それをやってる自分が面白いじゃないですか。同じ人間の生活を想像するっていうのが、例えばこう発掘して遺物が出てきた時に、自分多分縄文時代とかの遺物で、その人の当時の人が使ったものをおそらく現代で多分最初に自分が見たということで、そういうなんか
ロマンみたいなものを感じて好きでした。ある意味お宝ほどではないんですけども、そういうのをこう見つけたっていう喜びっていうのがやっぱ一番発掘では嬉しいことなんじゃないかなと思いますね。まあ、あの考古学っていうのがもともと物を見るもあの学問なんで、まあそういうなんて言うんでしょう、直に触れられるっていうところがちょっと楽しいかなと思います。はい、今年の調査はこれで大体今終わりに近づいてるんですけども、まあ、今回、計画で狙っていた福祉路は確認できなかったので、おそらく来年もですね、福島市の方と協力しながら、調査を続けようと思っています。まあ、そうじゃなくてもですね、まあ、中期の住居市で、まあ、ほぼ1件、存在していることが分かったので、まあ、こちらの方をですね、まあ、今年もこう調査しているわけですけども、まあ、さらに、また、全体図を出していって、その中で、まあ、炭化物とか年代測定ができるものをですね、またピックアップしていこうと思うんですね。まあ、それを住居地の上の方から、まあ、床面下の方まで、さらに中血とかこれから腹式炉とか見つかってくれば、そういった中に入っている炭化物を拾ってっていうか採取してですね、まあ、年代測定をすると、この住居地がどのくらいの期間使われたのか、また、まあ、こんだけ250件近い住居地で出てるわけですけども、それが全部いっぺんに使われてるわけではないですから、まあ、それを時期ごとに細かく分けていって、まあ、一時期ある時期には何人ぐらいが住んでいく、逆に言うと、まあ、その何軒ぐらいの住居して一つの集落が作られているかっていうのをですね、まあ、年代測定をなるべくたくさんやっていくことによって、時間軸をきちんと取って探っていくということを、まあ、一つの研究の目的にしてますので、そういった研究をですね、これからもちょっと継続してやっていこうと思っています。